ライトギターミュージックスクールギター講師の梁一郎です。今回の動画ではベインキングのスタンドバイミー、この曲をパーカッシブな奏法を使ったギターのフレーズを紹介していきたいというふうに思います。このフレーズの特徴としては2種類のブラッシングを使っています。そしてあとは休符ですね、そういったのも取り入れてリズミカルにフレーズを弾いています。では解説をスタートしていきたいと思います。最初このようなフレーズから始まります。最初はこのベースラインですね、これを弾いています。ポジションが最初6弦の開放弦から始まります。そして次6弦の4フレット、これを左手薬指で押さえてあげましょう。そして今度5弦の開放弦、これを弾きますという感じで、これをですね右手親指を使って弾いてあげましょう。はい、という感じになります。で、これの入るタイミングなんですけども、これはですね1,2,3,4,1,2 っていう感じになってます。なので最初のこの6弦の開放弦を引き出すタイミングは 1,2,3,4 のタイミングで引き始めて、この音が小節の頭に来るっていう感覚で弾いてあげましょう。はい、まずこのフレーズから始まります。でその後休符が来るので一旦音を止めます。止め方は左手を使いましょうっていう感じですね。こうやって触れてあげれば音はピタッと止まりますんで、これしっかり音を止めてあげます。そしてその次にブラッシングが入ってきます。まず1種類目のブラッシングですね。これはどうしてるかっていうと、2,3,4弦、この弦この辺をですね、この右手の人差し指、中指、薬指の爪ですねを、こう指を丸めている状態でこうやって叩いてあげる感じで音を出します。っていう風になりますね。ある程度右手をこう振りかぶる感じでやってあげていいですね。で勢いよく弦に当ててあげると、このパチッという音が出ますんで、こういう風に弾きます。2,3,4弦に指をこう入れておくんですけども、これはですね、次コードを弾くんですね。で次コードを弾くのも 2,3,4弦なんですけど、次弾くこの 2,3,4弦がパッと弾けるように、その人差し指中指薬指をそこの弦のところにもうこう乗せる感じですねっていう形で、このブラッシングをやってあげると次がスムーズにいきます。このようになりますね。でその次に先ほど言ったようにコードを弾きますって感じですね。はい、コードを弾きます。でこのコードは A のコードになるんですけど、左手の押さえ方は 2,3,4弦の2フレット、これを人差し指でまとめて押さえましょう。でこの状態で先ほどのブラッシング後に弾きます。右手指は人差し指、中指、薬指ですね。はい、これを同時に弾きます。でその次またブラッシングを入れます。さっきのブラッシングと同じものを入れますというふうになりますね。でその次にまたブラッシングが来るんですけど、今度来るブラッシングは今度2つ目のブラッシングになります。今度どうしてるかっていうと、こういうふうにやってます。今度はですね、親指を使ってます、右手。これのコツはですね、この右手の親指を弦の裏側にこう潜り込ませるような感じにして、手を回転させて弾く感じですね。そうすると弦がフレットにこうやってバチッて当たるので、その音がしっかり出ます。そういう意識でやってあげましょう。はい、これが2つ目のブラッシングです。でこれをこのタイミングでやってあげて、でまたベース音が来るんですね。いきます。ここまでが1小節分になります。はい、でこの4拍目のベース音は6弦の開放を6弦の4フレットを弾きます。これはあの一番最初に出てきたのと同じですね。これでちょうど1小節分になります。できたら次の小節に入ってまた5弦の開放を弾きます。でこのベース音は最初に出てきたのと一緒ですね。という感じになります。そして
次に来るブラッシングをやって、その後のコードですね。A のコードを弾いて、またブラッシング。そして親指でのブラッシング。っていうところまで一緒です。ここまで一緒なんですね。で、4拍目が違うんですけども、今度はですね、ベース音が変わります。さっきは、ってきてたんですけど、今度は4拍目は、5弦の開放弦を鳴らして6弦の4フレットを弾いてあげますっていうベースラインに変わります。これが2小節目です。っていう風になるわけですね。で次3小節目っていう風にベースラインが下がってきます。今さっき2小節目の4拍目で5弦の開放を6弦の4フレットまで弾いたと思うんですけど、その流れで今度6弦の2フレット人差し指で押さえます。これが3小節目の頭のところに来ます。はい、これをきっかけにですね、コードが F シャープマイナーのコードのフレーズに入ってきます。でその後っていう風に来るんですね。この6弦の2フレット弾いた後はこのブラッシングですね、2、3、4弦のこの叩く方のブラッシングを弾いたら和音コードを弾きます。まあ、このコードが F シャープマイナーのコードになるんですけど、これの押さえ方は2、3、4弦の2フレットを人差し指でまとめて押さえてあげます。ってなるとこの押さえ方、分かりますかね。1小節目に出てきた A のコードフォームと同じなんですよ。これ同じで大丈夫なんですね。これなぜ同じで大丈夫かっていうと、 A と F シャープマイナーっていうのは構成音がもう同じなんですね。なので同じコードフォームで弾いても大丈夫です。何が違うかってベースラインが変わっているので、しっかり F シャープマイナーの感じはそれで出せてます。はい、なのでここは、まあ、最初と同じ押さえ方で大丈夫です。そしたら次ブラッシングやって弾いて、ブラッシングやって親指のブラッシングですね。というのはまたここも一緒なんですよね。で、次が6弦の開放を弾いてあげます。で、この6弦の開放弦は4拍目で鳴らすんですけど、今度はこれはですね、四分音符になってて、四分音符分伸ばします。って感じですね。今まではベースラインが8分音符できてたんですけど、ここで四分音符になってます。だからここまでを一旦ゆっくりつなげてみたいと思います。1、2、3、4。っていう風に来ます。では続き4小節目に行きたいと思います。そしたら今度は4小節目。今度は6弦の2フレットを人差し指で押さえて弾いてあげましょう。右手はまた親指ですね。まあベースラインはもう右手親指で弾いていきましょう。はい、で弾いたらその後休符があります。なので音を止めますって感じですね。すぐ音を止めてあげます。で止めた後でこのまたブラッシングが来て、2、3、4弦弾いてブラッシング、そして親指のブラッシングっていうのをまたやっていきます。ここはまた同じですね。コード的には F シャープマイナーのコードがここも続いています。でその後っていう風にいきます。ベースラインが今度6弦の2フレット人差し指、6弦の開放弾いてあげます。これで4小節きました。なのでちょっと F シャープマイナーのところだけをつなげてやってみると、っていう風になりますね。これで今4小節きました。じゃあここで5小節目、今度はコードが D のコードに対するフレーズになります。っていうフレーズになります。まずベースラインから始まるんですけど、4小節目の4拍目で出てきたこのベースラインがあったと思うんですけど、その流れで今度5弦の5フレット、これを左手小指で押さえてあげましょう。っていうベースラインになってます。ここでちょっと音が上がっちゃうんですね。本当はですね、こうやってベースラインが下がりたいんですけど、こ
この6弦の開放より下の音も出せないので、もうこれは仕方なく5弦の5フレットを弾くという感じにしています。なのでこのような流れになります。でこの5弦の5フレットなんですけども、4弦の開放弦も同じ音、まあ、D なので、まあ、4弦の開放でやってもらってもいいです。これどっちでも構いません。でもいいし、はい、まあ、やりやすい方でやってみてください。一応譜面の方は5弦の5フレットで記載してあります。その後休符が来て、このリズムがまた来ますね。リズムのパターンは一緒です。ただ今度はコードフォームが変わります。ここでは D のコードのフォームになります。でここでの D の押さえ方は4弦の4フレット薬指、3弦の2フレット人差し指、2弦の3フレット中指で押さえて、この押さえてる4、3、2弦を同時に弾いてあげましょう。これの D はこのようなフォームでいきますっていうなわけですね。そしてその次4拍目にベースラインがというふうにいきます。5弦の5フレット小指、6弦の2フレット人差し指で押さえますっていうふうにいきます。これが5小節目 D のコードに出すフレーズになります。これになるわけですね。でその次っていうふうにいきます。次の小節は今度コードが E のコードが元になったフレーズだと思ってください。なのでその前の小節でできたベースライン、これがあったと思うんですけど、この流れで次は6弦の開放をいきますできますね。この6弦の開放をきっかけに E のコードに入ってきたという流れになります。ただまた音を止めて、左手でしっかり止めてブラッシング、コード弾く、ブラッシング、およびブラッシングですね。はい、まあ、このパターンまた同じです。になります。で、今度は E のコードを混ぜて弾きましょう。ここでの E の押さえ方は、5弦の2フレット中指、4弦の2フレット薬指、3弦の1フレット人差し指で押さえてあげましょう。この状態で4、3、2弦を弾きます。はい、まあ、なので、まあ5弦弾いてないんで、まあ5弦を押さえてなくてもいいんですけど、まあ E は割とオーソドックスなコードフォームでいってるんで、まあこれ押さえ慣れてる方多いと思うんで、まあもう普通のこの E のフォームで2、3、4弦弾いてあげるといいかなというふうに思います。でこのコードを使ってってくるわけですね。でまた4拍目でベース音が来ます。このベース音が6弦の開放を6弦の4フレットで弾きます。これで6小節目になります。はい、で次の小節で5弦の開放を弾きます。このベースラインですね。このベースラインは最初に出てきたベースラインと同じです。6弦の開放を6弦の4フレット、そして5弦の開放ですね。でこの5弦の開放が小節の頭に来ています。でこの5弦の開放をきっかけにコードが A になります。でその後残りがあと2小節あるんですけども、この2小節は A のコードが元になったフレーズになってます。なので A のコードっていうのは1小節目に出てきてるので、それをそのまま今から同じものを弾く形で大丈夫です。という感じですね。最初に出てきた1小節目2小節目の A のフレーズと同じものを最後のこの2小節で弾いてあげることになります。ここまでで8小節になります。で、このスタンドバイミーの曲は、この8小節を、まあ、コード進行はずっと繰り返している形になっています。なので、まあ、この今の覚えたフレーズを繰り返してあげれば、1曲通して弾けるという感じにもなります。そしたら、このフレーズを最後にゆっくりつなげて弾いてみたいと思います。1、2、3、4。
これになります。